谷崎潤一郎役源氏物語その第55回花の宴。如月の20日余りに南殿の桜の宴を催しになります。妃と東宮の大局を玉座の東と西にしつらえてお二方がお出ましになります。古貴殿の女房は中宮がこういうふうに控えていらっしゃることを折節ごとに面白からずお感じになるのですが、今日のような物見の日にはじっとしていらっしゃれないでお伺いになります。日が非常によく晴れて空の景色、鳥の声も心よげなので、巫女たち神立ち目をはじめとしてその道の人々は皆単韻を賜って詩をお作りになります。最小の中将は春という文字をいただきましたと仰せになる声までがいつもながら他の人とは異なっています。次は東の中将で並み居る人々が自然お二人を見比べますので、どんなにか気が張るでしょうけれども、大して遜色なく落ち着いていて、お預かいなども重々しく優れています。その他の人々は、皆気遅れの気味で、尻込みをしているのが多いのです。地毛の門人は、まして、お上や東宮の学祭が、秀でていらっしゃる上に、その道に官能な方々が大勢揃っておいでになるご時世ですから、恥ずかしくて、この広々とした晴れの庭に出るのが気が引けて、詩を作るのは優しいはずのことですのに、当惑しているようなのです。年老いた博士どもの変にみすぼらしいなりもしたのが、それでいて離れているのも哀れに、とりどりの趣を興深くご覧になるのでした。武学などは申すまでもなく、ご用意を整えて終わりになるのでした。ようよう入り日になる自分に、春のうぐいすさえするという舞が大層面白く演ぜられますにつけても、東宮は源氏のもみじの蛾の舞をおぼし出られ、かざしの花を下しぼかれて切に御所も遊ばしますので、君もご辞退しにくくて立って緩やかに袖を翻すところを一区切り申し訳ばかりにお前になりますのが、例えようもなく結構なのです。左のおとどは日頃の恨めしさも忘れて涙をお落としになります。東の中将はいかにしたぞ、早くとありますので、流花宴という舞を、これは今少し念入りに舞いましたのはこういうこともあろうかと心づもりをしていたのでしょうか。非常に見事でしたので、お上から御座を賜りますのをあまり例のないことだと人々は思うのでした。それから後は神立ち目が皆々次第もなく回れましたけれども、夜になっては特にいずれがいずれとも区別がつきません。詩などを飛行しますのにも源氏の君のお作を孔子も一気には読みをせず、一気ごとに存じながら褒めたたえます。博士どもも心から感服しているのでした。お上はこのような折にも、まずこの最小の君を一座の光としていらっしゃいますので、どうしておろそかにおぼしめしましょうぞ。中宮はこの君の姿に御目が止まりますにつけて、東宮の女房がむやみとこの君をお憎みになるのも合点ゆかず、ご自分がこのように諦めきれないのも心うぃことだと思い返しになるのでした。大方に花の姿を見ましかば、つゆも心の置かれましやは、お胸の中でお読みになっただけでしょうに、どうして世間に漏れたのでしょう。夜が大層更けてから宴は終わったのでした。神立ち目がそれぞれ退散し、妃や東宮がお帰り遊ばしていっそりとしましたところへ、
月が明るく差し昇った風情の面白さを源氏の君は酔い心地に見過ごし難くお思いなされて、殿井の人々の寝入ったのを幸い、こういう思いがけない時にもしや都合のよい隙もと藤壺のあたりをやるせなげに忍んで伺い歩きましたが、手引きを頼む人の壺根も戸を閉ざしていますので、ため息をつきながら、それでもこのままでは諦めきれず、古貴殿の細殿にお立ち寄りになりますと、三番目の戸が開いているのでした。女房は宴が果てるとそのまま上の壺根へお上がりになりましたので、あとは人づくなな様子です。奥のクルルドも開いていて、人の気配もしませぬ。こういうことから得て世の中の間違いというものが起こるものなのだと思って、そっと嘆しへ上がってお覗きになります。人は皆寝てしまったのでしょう。大層若い美しい声の、波のものとも覚えぬ人が、おぽろ月夜に似るものぞなき、と打ちずんじつつ、こちらへ来るではありませんか。嬉しさにはっとしてつとその袖をお控えになります。女は恐ろしいと思う様子で、まあ、気味の悪い、これはどなた?と仰せになるのですけれども、兄もそんなにお疎みにならないでも、と仰せになって、深き世の哀れを知るもいる月の、おぼろげならぬちぎりとぞ思う、と八百抱き下ろして戸を閉めました。あまりのことに呆れている有様が、世にも懐かしく美しいのです。打ち震えながら、ここに人が、とおっしゃるのですが、私は誰からも許されているのですから、人をお呼びになりましても何にもなりません。どうぞお静かに。と仰せになる声に、源氏の君であったと分かって少しは安心するのでした。迷惑には思うものの、そう不愛想に強情らしくは見えないようにしようと努めます。君は酔い心地がどう過ぎていたのでしょうか。そのまま話してしまうのは口惜しく、女もういういしゅう、たおたおとしていまして、手ごわい仕打ちもできないのでしょう。かわいらしいとお思いになりますうちに、じきに夜が明けて行きますので、心も慌ただしいのです。女はましてさまざまに思い乱れている景色です。ねえ、お名乗りになってください。お便りのしようがありません。これっきりやめてしまおうとはまさかお思いにならないでしょうね。などと仰せになりますので、浮き美穂にやがて消えなば尋ねても、草の腹をばとはじとや思う、という様子が縁に生めいているのでした。ごもっともです。私の申し損ないでした。と仰せになって、いずれぞと、つゆの宿りをわかんまに、小笹が腹に、風もこそ吹け。うるさくお思いにならないのなら、何の私が差し控えましょう。それともお騙しになるのでしょうか。と、そう言い合えぬうちに、もう人々が起き出して、女房をお迎えに足しげく上の壺根へ行き交う気配がしますので、ぜひなく互いの扇だけを後の証拠に取り替えて出ておしまいになりました。霧壺には多くの人たちが詰めていまして、もう目を覚ましていた者もおりますので、こんなに朝早く戻っておいでになったのを、さてさて、お忍び歩きにお精が出ることだ、とつっつき合いながら狸寝入りをしているのでした。君は、お部屋へお入りなされてお休みになりましたが、眠ることができませぬ。思えば美しい人であった。きっと女房のお妹君たちの誰かであろう。まだよなれていないのは五の君六の君ででもあろうか。そちの宮の北の方や東の中将が嫌っている四の君などこそ、綺麗であると聞いている。もしそうならば、なかなかあんなものではなく、もう少し素晴らしいであろう。
六の君は父おとどが東宮に差し上げようとしておられたが、そうであったら気の毒なことをしたものだ。誰であるやら紛らわしくて詮索するのも厄介である。これきり切れてしまうようには見えなかったが、頼りをする方法を教えずにしまったのはなぜであろうなどといろいろに思いますのも、心が惹かれていたからなのでしょう。こういうことにつけましても、何よりもまずかの御あたりのありさまのこの上もなく厳重で近づきがたいことはと、世に尊いもののように思い比べられたものでした。その日はご縁のことがあって、ひねもすまぎれてお暮らしになるのでした。君はことのことをお勤めになります。昨日の催しよりも風流で面白いのです。藤壺は暁に上のお壺根へお上がりになりました。君はあの有明の君が出てきはしないであろうかと気が気でなく、かねて抜け目のない義清やこれみつに見張りをさせてお起きになりましたので、御前を下がっておいでになりますと、つい今しがた北の陣から物陰に隠れて立っていました車どもがまかり出ました。女御様方の里方の人々が大勢おりました中に、C の少将や宇宙弁などが急いで出てきまして、お見送りしていましたのは古貴殿のご退室であろうと存ぜられました。相当の方々らしいご様子で、車も三つほどございましたと申し上げますのにも、胸をはっとおさせになります。どうしたらどの姫君だということを知ることができよう。父のおとどなどに聞こえて婿扱いされたりするのもいかがであろう。まだその人の様子も見極めがついていないうちに大びらになっては面倒であろう。さりとて知らないでいるのは口惜しいので、何としたものかと思案に暮れてつくづくと考え込みながら打ち伏していらっしゃるのでした。二条院の幼い人もどんなにつれづれを囲っているであろう。しばらく会わずにいるのでさぞ屈託しているであろうと、愛らしい姿を思いやっていらっしゃいます。かの印の扇はへの見え重ねで、濃い方の表に霞んだ月が書いてあり、それが水に映っている趣向は目慣れていますけれども、持ち主の人柄が忍ばれて懐かしく使い込んであるのでした。草の腹おばと読んだ面影ばかりがお心にかかりますので、世に知らぬ心地こそすれ有明の月の行方を空にまがえてと書きつけてお起きになります。大井殿にも久しくご無沙汰をしてしまったとお思いになるのですけれども、幼いお方のこともかわいそうなので、なんとか慰めてあげようとお思いなされて二条院へお越しになりました。見る旅ごとに大層美しく成長して愛嬌がつき、利発な性格がことに際立っているのです。何一つ足らぬところもないように、お好きなように仕込むのにはうってつけなのです。でも男気味の押し付けですから、少しは人連れの下点が混じるであろうかという心配がないこともありませぬ。このほど中のお話をなすったり、おことをお教えになったりして、日が暮れてからお出ましになりますのを、またしてもと恨めしくお思いになるのですけれども、近頃はすっかり慣らされて、むやみに追いすがるようなことはしませぬ。大井殿では女君が例のようにすぐには対面なさいませぬので、つれづれのあまりいろいろのことをお考えになりながら、僧の御ことをもてあそびつつ、柔らかにぬるよはなくてとお歌いになります。おとどがお当たりになって、この間のお催しの面白かったことをお物語なさいます。この夜会になりますまで英王の御世に四代お仕え申しましたけれども、この度のように詩文が秀逸で、舞や音楽の調子がそろって寿命が伸びるような気がしたことはありませなんだ。今はみちみちの上手が大勢控えています上に、
あなたがそれらのことを詳しく知っておいでになって準備をなすったからなのでしょう。この沖縄までがつい舞い出したくなるような心地がしました。と仰せになりますので、別にそれほどの用意をいたしたのでもございません。ただお役目というばかりに、その道の師たちをここかしこに訪ね出したまででございます。あの日は他のいろいろなことよりも、流下編こそまことに高台の手本ともなるであろうと結構に拝見いたしましたが、まして栄えゆく御代の春に立ってお舞いくださいましたら、一世の面目でございましたでしょうに、と聞こえ上げられます。折から弁や中将などが参り合わされ、高覧にもたれつつ、とりどりの楽器を奏で合わせてお遊びになります。大層興が深いのです。かの有明の女君は、儚い夢のようであったあの朝のことを思い出したもうて、探索しながら打ち沈んでいらっしゃいます。東宮へは渦木頃に参られることに定められていますので、身も世もあらず思い乱れていらっしゃるのですが、男君もお尋ねになる手がかりがないのではありませぬけれども、ご兄弟の中のどのお方とも分からず、ことに日頃から反りの合わないご一家と関わり合うのも外分が悪いしと思案していらっしゃいますうちに、弥生の20日余り、右の弟の湯のケチに神立ち目や巫女たちを多くお集めになって、引き続いて藤の花の宴を思い押しになります。もう花盛りは過ぎましたのに、他の塵なんと教えられたのでもありましょうか。季節に遅れて咲いている二本の桜が大層面白いのです。新しくお作りになった御殿を、先頃ここの御原の姫宮たちの御模擬の日に立派に磨き立ててしつらえてあるのでした。派手なことをお好みになりますこの殿の家風ですから、何事も当世風にご準備が整えてあります。源氏の君王も先日うちでご対面のついでにお招きになったのでしたが、おいでがないのを残念に張り合いがなくお思いになって、御子の死の少々をお迎えにお上げになります。我が宿の話なべての色ならば、何かはさらに君をまたまし、うちにいらっしゃった折からなので、お上へ奏上なさいます。下り顔に読んだものだね、とお笑い遊ばして、せっかくの使いに対しても早う参るがよい。女巫女たちなども生まれいてた家であるから、そちを他人のようには思っていないであろうに、などと仰せられます。君は御装束などをお引き繕いなされて、だいぶ日が暮れた時分に今か今かと待たれていらっしゃるところへお渡りになります。桜の殻の木の御直しに海老染めの下重ねの尻を長々と引いて、他の人は皆上の絹ですのに、洒落た大気味姿の生めいたなりをして、人にあがめかしづかれつつ入っていらしたご様子は、まことに水際立っています。花の色も毛をされて、今はかえって興ざましなのです。御遊びなどを大層面白くなすって、夜が少し更けてゆく頃に、源氏の君はひどく酔って苦しそうな風をなさりながら、物に紛れて席をお立ちになりました。神殿には、女一の宮と女三の宮とがおいでになります。君はその東の戸口のところへお越しになって寄りかかっていらっしゃいます。富士の花が御殿のこちらの角の方に咲いていますので、御格子が皆挙げてあって、女房たちが足じかく出ているのでした。袖口などが当家の設置への時のようにことさららしく、ミスの下から覗いていますのを、ふさわしからぬように、お思いになりますにつけても、まず、富士壺あたりの
奥ゆかしい様をお忍びになります。気分が優れませぬところへ大層強いられましたので、苦しくて困っております。恐れながらこの御前へ参りましたら、影にでも隠していただけましょうか、と仰せになって、妻戸の御簾を引きかづいてお入りになりますと、まあ厄介な後期の人に縁故があるなどと言ったりするのは卑しいものの申すことですのに、という様子が重々しくはありませぬけれども、飼いなでの若女房などでもありませぬ気品に富んだ美しい方であることは気配ではっきりわかるのです。空抱き物が大層けぶたくくゆっていまして、絹ずれの音を非常に華やかにお立てになるといったふうに、ゆかしい深みには乏しいながら統制風なことを好むあたりですから、ご身分の高い御方々が物見のためにこんな戸口に出ていらっしゃるのでしょう。場所柄差し控えるべきことですけれども、さすがに今日を動かしたもうて、かの有明の君はいずれであろうかと胸をときめかしながら、扇を取られてから決めを見る、と大ような声で言って身を寄せかけてご覧になります。と、奇妙なコマフトですことね、と答えますのは訳を知らない方なのでしょう。答えはせずに、ただ時々ため息をついているらしいあたりへ寄りかかって、貴重越しに手を捉えて、厚さ弓、イルサの山に惑うかな、ほのみし月の影や見ゆると、なぜでしょうか、と当て随量に仰せになりますと、とてもこらえられないのでしょう。心ゆる、肩ならませば弓張りの月なき空に迷わましやは、という声がまさしくそれなのです。はっとして飛び立つ思いなのですけれども。花の縁、読み切り。